こんにちは、しまなみひよりです。いつも見ていただきありがとうございます。大西町の藤山健康文化公園の藤棚に来ております。藤棚は高いところにありますよね。身長が4メーターぐらいあると楽に取れるのですが、ちょっと無理なので三脚に iPhone をつけて手を一生懸命伸ばして撮っています。綺麗に撮れるかな。では上に伸ばしていきます。スルスルと上げていきます。どのように映っているかはよくわからず撮っています。今日は2022年4月19日です。天気がとっても良くて太陽の光がちょっと眩しいですね。また上がっていきます。大きな羽の音が聞こえているでしょうか。藤の花の甘い匂いに誘われてとっても大きなハチがいるんです。蜂を取ろうとしているんですが、とても難しいです。藤の花はとっても綺麗です。よく見るとカナブンがいました。カナブンは蜂よりゆっくりなので、カメラを向けています。フォーカスが合ってるかどうかはよくわかりません。これはスローで再生していますよ。実は伸ばしてる腕が疲れてきました。先ほどまでボーリングをして腕を振っていたのですが、今はじーっと腕を伸ばさないといけない、そんな感じです。蜂を発見しました。とっても大きいですね。うまく取れているか心配です。今スローで再生しています。
麗な薄紫の藤の花に立ち寄ってきます。本当に大きな蜂です。藤の花と蜂の共演を楽しんでいただけましたでしょうか。藤の花が綺麗で有名な今治市大熊寺では今年も藤見はできませんでした。そこがとっても残念です。こういう時代だから仕方ないですね。藤山健康文化公園の藤棚のすぐ近くにとっても綺麗な可憐な花が咲いていました。すごくおしゃれな花だと思います。花の名前がわからなくて Google レンズで調べてみたところ、スパラクシス・トリコロールという名前のようです。確かに3色の色が綺麗に配置されてとても印象的で綺麗な花です。ここには結構たくさん咲いています。スパラクシスの可愛いお花を見ながらこの辺りを散策してみます。大きな桜の木の陰にほんの少しだけ忘れられたように桜が残っていました。さよなら桜、また来年もよろしくお願いします。池のほとりにやってきました。風景画のような景色が広がっています。大西省藤山健康文化公園からお送りしました。とても爽やかな春の日と爽やかな風、池に映る景色が綺麗です。